こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日は富士の恵み、おいしい水、こちらを紹介したいと思います。じゃあまず最初にですね、ラベルを見ていこうと思います。こんな感じですね。こんな感じで、採水地がですね、静岡県沼津市石川、この販売者が富士キャニング株式会社、まあ、これは有名な会社ですね。深井戸水ですね。こんな感じで、硬度が36、pH が8。まあ、一般的な日本人が好む、まあ、誰もがこうまずいというか口に合わないと言わないような本当に飲みやすい水だと思います。そして、バナジウムが1リッターあたり30マイクログラム含まれています。30マイクログラムっていうと、まあ、バナジウム水を歌っている水の中ではそれほど多くはありませんけども、まあ、効能を期待する人、糖尿や高血圧に良いと言われてますので、効能を期待する人は、継続的に、もう例えば何ヶ月も何年も定期的に飲んでいくということが大事だと思います。もちろんこれは薬じゃないですから、そんな劇的な効果があるわけがないんですね。継続的に飲んでこそ効き目が期待できるんじゃないかなという感じですね。もし効かなくてもですね、水を飲む、定期的に飲むっていうこと自体がですね、体にいいので、まあ、その習慣を続けていけば、もしかしたら体に何かいいことがあるかなと、そんなポジティブな考えで続けていくといいと思います。で、こんな感じですね。焼津市っていうのはですね、あんまり水のイメージがないんですけども、なんか漁港とかそういう感じの港のイメージ、海のイメージが多いんですけども、まあ、自然もかなり多く残ってて、実際何回か行ったことありますけども、良い水が出るところとして私の中では認識されています。さて、じゃあもしこの製品を、売り場かなんかで見っけてですね、買いたいなと思ったらぜひ買って挑戦してみてください。よろしくお願いします。